はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は中国人スタンダードが日本人スタンダードじゃないというよりは、日本人スタンダードが国際スタンダードじゃないんだよっていうことについて話しさせていただきます。具体的に物販を行う上で、在庫のこと、サイズ表記などなど、商品ページ作りのこと、あとアーリーワンワンチャットとか WeChat でのやり取りのこと、この3点を具体例に挙げさせていただきながら話をしたいと思います。これ私今まで公開動画とか生徒さんではカリキュラムの動画の中でも再三再四話してたつもりだったんですけど、生徒さんから関連のご質問いただいて、あれまだ自分言い足りてなかったんかなと思って改めて動画にさせていただきました。マジ大切なことです。というよりも、ここで突っかかっているようじゃストレスがむっちゃたまるので、もうさっさとこの考え方を腹に落としてほしいっていうのが正直なところなんですよね。海外から仕入れて海外に売る、要するに私の生産、中国から仕入れてアメリカに売るっていう海外物販を行っている以上、日本人の感覚っていうのが活かせる時もあれば、そんな感覚でいたらもうストレス溜まるだけでしんどいぜっていう場合もあるんですね。今回は後者の、そんな感覚でいたらしんどいからネガティブなことを考えなさんなと、そこはポジティブに考えればいいんだよっていう話です。在庫ってアリババ見てみると、例えば9999件在庫がありますなんて書いてあるんですよね。で、この在庫の数字っていうのはアリババ上だと全く当てにならないです。特にこの在庫の何件っていうのは全く当てにならないし、商品ページにサイズがあるんだけれども、このサイズっていうのも実際に計測してみると全然違うって場合もあるんですね。数センチ単位で違う場合もあれば、本当の最悪の最悪は10センチ20センチ表記と違うって場合もあります。だからここも必ず代行会社に計測してもらうってことが必要になってきます。日本だとお世話になっておりますだとか、お疲れ様ですとか、すごい丁寧に書きますよね。そういったやり取りに関しても、日本人みたいな返信が来なかった、ご連絡ありがとうございますみたいな返信が来なかったからといって、この業者は悪いっていうふうに考える必要はないです。そこも理解していただきたいんですね。日本が特別なだけで、海外がスタンダードだぐらいの感覚でいないと、物販やる際にいちいちネガティブになったりムカついたりとかして話が先に進まないので、そこご理解いただければなっていうのがあります。じゃあその時にどう考えていけばいいかってことなんですが、例えば在庫の書き方が正確じゃないとか、商品ページの記載が正確じゃない、アーリーワンワンチャットとか WeChat で問い合わせても日本人の感覚の返信が来ない、こういったことで、まあ、イライラしたりだとか、表記が違うからムカつくとか、こいつら何考えてんだとか、そういったネガティブなことを考えたらもう終わりなんですよ。ネガティブに考えたりとか、いちいち愚痴ったりとかするのはめちゃめちゃ非生産的なんです。アドラーの三角柱でもある通り、かわいそうな自分でも悪いあの人でもなければ、三角柱の三つ目の側面、これから何ができるかっていう感覚で、物販だろうが商売、他の商売だろうが何でも進めなければもったいないと思います。こういったことをお客さんの代わりに我々がリスクを背負ってで、手間をかけてはっきりとさせる。在庫本当は9999って書いてあったんだけど15件しかありませんでしたと。で、商品のサイズが、例えば脅威が、まあ、例えば100って書いてあったんだけど実際は105でしたとか、あとアリワンワンチャットだとなんか塩対応なんだけど、それはそういうものだっていうふうに腹に落としてやり取りを最後まで行うだとか、こういった手間とかリスクっていうのを小売業の我々が負うことで、その商品に付加価値が生まれる。だからアマゾンで買うお客さんは、それこそアリエクスプレスとかで購入することはできるけれども、それよりも高い価格でアマゾン上で我々が売る商品に対して価値を感じてくださるんですよね。考え方とすれば、こういった在庫がはっきりしてないだとか、記載がちょっと違ってるだとか、やり取りが、まあ、普通の日本人の感覚だとうまくいかないとか、こういうところがあるからこそ、小売業の我々がその商品に付加価値をくっつけて売ることができるから、めちゃめちゃラッキーなことなんですよ。
それに対してすごくネガティブに考えたりしてしまってはもったいない。すごくもったいない。だってそこがリザヤを生んでるポイントなのに、そのリザヤを生んでいるポイントに対してぐちぐち言っても仕方がないっていうのがあるし、むしろそこラッキーなこと、そこのポイントっていうのを腹に落としていただければもっと前向きに物販進めると思います。リスクっていうのはチャンスなんだよっていうことで、一見ぐちぐち言いたくなるようなポイントっていうのも、それがあるからこそ我々って商売できてるんだよっていうことを、とにかくポジティブに考えた方がいいです。物事っていうのはニュートラルで、それをネガティブに捉えるかポジティブに捉えるか、ぐちぐち思うのかラッキーだと思うのか、それっていうのは本当その人の考え方次第なんです。でそこら辺が腹に落とせないと、物販でも何の商売でも地味なことってたくさんあるし、しんどいことっていうのはたくさんあるんだけど、その地味さやしんどさっていうのを楽しめるような思考回路には至らないので、商売としてもいやいややるだとか言われた通りのことしかしないだとか、そういう状況に陥ってしまいますから、そういう考え方から脱却すること、それ自体が何をやるにつけても非常に大切なポイントになるし、精神的な環境づくりだとかにつながりますから、重要なポイントです。ご理解ください。というわけで今回は、中国人のスタンダードが日本人スタンダードと違うってよりは、日本人スタンダードが日本以外スタンダードとは違うんだよっていう話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。失礼いたします。